はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、楓さんちへようこそ。本物の霊能者、まあ霊能者あるあるっていうのかな、まあいろいろ都市伝説っていうかさ、本当にこの人は霊能力っていうか何か見えてるのっていうのを不思議に思うじゃないですか。私たち何も見えない人たちだったり、そういう特殊能力がない人にとっては、そういうことがある人たちの能力って本当にあるかどうかって詐欺じゃないのかっていうふうに思うことがあると思うんですけど、これなんかあるタレントさん、タレントさんっていうのかな、まあ脚本家さんね、まあ YouTube でもそういうちょっと怖いような感じのものをこうね、まあ YouTube とかで発信してる人がいてて、でその人が、まあ、ある番組の企画をねちょっとやろうかっていう話をしてたんですよ。でまあその中でちょっとやってみたい、まあ何本かあるうちの一つをちょっとやってみたいなと思って、まあそういう会議みたいなのに提出したんですって、でそれがそのなんていうの、霊能力者だったり、まあ特殊能力がある人たちの力を使ってで、まあ行方不明の人、まあ、1人選んで、1人って言ったら怒られるが、まあその人をまあそこそこ有名な人を選んで、こうまあその霊能力だったり特殊能力を持った人たちの力で探し出しましょうっていう、そういう企画をまあ出したんですって。でそれが通って、じゃあその霊能力者と特殊能力を持っている人たちで意外にさ、そのまあ自分でこう私は持ってますとかテレビとか出てる人だったり、なんだろう、自分のホームページを持っていたりだとか、神様の力を得て、行方不明の人を探しますとか、あなたの前世はどういう人ですっていうのをね、こう書いてあったりするじゃないですか。で、そういう人たちのホームページだったり、まあ、ホームページじゃなくても、なんていうの、ブログだったり、っていうのでこう連絡先をね教えてもらったりだとかしてて、実際にやってもらおうというふうにしたんですって。でその行方不明者 A さんだとして、まあそういう特殊能力、霊能力をフルに使ってもらって探してもらおうと。でまあ一人目の人が、まあ東京で、まあ例えば東京でいなくなったんですけど、例えばの話ね。だけど、〇〇にいます。その島根県とか、広島の方にいますって言えば、そのスタッフの人がそこに行って探し出す。それでも見つからなかったら、まあ次の、霊能者の方に連絡を取って、こうこうこうで、こういうターゲの人でっていう、まあ情報を与えて、じゃあお願いしますって言って、探してもらったら、次は四国にいます。次は、そこに行って、東北の方に行きましたとかっていうのを、ずっと探してて、あれよとあれよというね、すごく全然探せないんですって。
バツバツに行き、東北に行く、いるって言えば、まあ東北の方に行くと。で、そういうふうに、まあ、どん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 頼んでみたんだけども、なかなか当てる人がいなくて、で、そういうふうに、こう、頼んでいったら、その霊能力者と言われる人たちが、もう総勢80人ぐらい頼んだんだけど、誰一人、もう、そういう、行方不明者を探すっていう意味での特殊能力っていうのはないんじゃねって。誰一人、こう、ピンポイントにここだっていうふうに、まあ、今どうなっているかっていうのも含めて誰一人当ててなかった。で、これどうしようかって思ったその脚本家の人は、もうイラ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 心がすさんじゃって荒れちゃってて、もう霊能者なんてもうクソだってなんで探し当てられないのっていうふうに、まあもう自暴自棄じゃないけどそういうことを言ってしまったと。で、そうこうしてる間に、まあその霊能者以外の人、一般の人で、まあそういうテレビとかでそういうお金をもらって人探しをするっていうことをしない人で、まあそういう特殊能力がある人で、まあ一般の人なのかわかんないんですけど、ちょっといないかねっていう話をしたらしいんですよね、その友達に。その企画以外の人の以外にね。で、そしたら、いや、俺の行きつけの小料理屋さんのおかみさんが、そういう能力があるらしいよっていう情報を得たんですって。そう、ある人もね。で、マジでって。だってそう有名な人じゃないじゃん、一般の人でしょって。普通だったらそれで有名になるはずじゃんっていうようなことを思いながらも、まあ一応頼んでみたんですって。まあその友達を通じて。で、まあ一応情報としてはこういうような容姿で、身長はこういう形で、まあ、ちょっと太り気味ですとかっていう、まあ、簡単な情報を、まあ、その人を通して、友達を通して、その、おかみさんに情報として与えたと。でも、基本的に、そのおかみさんとしては、その、本当に身内で困った人だったりだとか、まあ、その常連のお客さんで、まあね、いろいろと仲良くなって、それで本当に困ってるなら、まあちょっとしたヒントを与えるとかそういうことはしますけど、そのテレビに似てるとか、まあ、ラジオに似てるとか、まあ、声を変えたりとかしててさ、まあ、モザイクかけたりとかして出てる人もいますけど、そういうのはちょっとなーっていうタイプの、まあ女性だったと。いやいや、そんなことしませんよって。ただ単にちょっと、ね、聞きたいだけなので、ちょっとお願いできませんかねっていう話をしたんですって。で、まあお願いして。で、数日経った後に、友達からその共通っていうか、まあ自分の常連のおかみさんがって言っていた人が、あ、そういえばおかみさんからちょっと紙受け取ったんだよね、お前に渡してくれって言われて
俺持ってたんだよねって言って、まあ渡されたと。でその紙のまあ書いてあることがなんか湖っぽいと。でその湖っぽいところの近くにその行方不明者 A さんのお家があったと。でまあちょっとことつけみたいな簡単に書いてある文字を書いて見てみたら、あのその湖のどっか、まあここら辺ぐらいにもしかしたらいるかもしれないよっていうふんわりとしたことが書いてあったと。あ、そうなんだって思って、まあ直接それをスタッフに見せてね、その場所に行ったわけではないんですけど、まあ、ああそうかと思って畳んで、まあ、ポケットに入れてたくらいなんですけど、うん、まあそこの場には行かなかったと。でその紙をもらった数日後にまあいろいろと骨色読者とかそういうのをねこうこう頼んだりなんだりしてた時に、その行方不明者の A さんのご両親から連絡が来たと。うん、そうすると、あどうしましたって聞いたら、いや実はね A が見つかりましたという連絡がして来たと。あそうなんですか。でどういう状態でしたって聞いたら、まあ遺体として見つかったと。で場所はまあどこら辺だったんですかって聞いたら、まあそのお家、東京かな、わかんないけど、あの A さんのお家の近くにあの湖があると。で湖の、近く家の近くの湖で見つかったと。でしかももう骨の状態で見つかってしまった。え、マジで？どっかで見たことあるなと思って、そのおかみさんからもらったこう紙を見てみたら、ほぼほぼ同じところに、ほぼほぼ同じところを示していたんですって、そのおかみさんからの手紙って。え、マジで？って思って、もしかして、まあ人によってね、その霊能力の人によってそういう探し物っていうか、まあ行方不明者も含めて得意な人と得意じゃない人って多分いると思うんですけど、うん、その得意だって言いながらもしかしたら苦手な人もいるだろうし、うん、絶対まあ嘘ではないにしろね、ちょっとなーって思ったらしいんですよ、その脚本家の人はね。うん、まあその他のことで、そのなんだろう、あなたの守護霊はとか前世はっていうのは得意だとしてもね、そういうのはと探す人を探すのはちょっと苦手なのかなって思ったらしいですね。うん、で意外にその先ほども言ったんだけど、意外にね、その本物の霊能者というかそういう人って普通の人なんだなって、普通の、まあ、近所にいるちょっと変わり者のおばさんがいるけど、意外にその人の方、その人が霊能力があったりだとか探し物をこうまあポロッとねこう人を探してるんだって言うと、多分あそこら辺にいるよって言ってそこに行ったら本当にそこにいたとかさ、うん、
本当に、なんだろう、普通の人、まあ、親戚なんかでも、なんかあの人言い当てるよねっていう人いると思うんですけど、意外に見た目、そのなんだろう、華美な人ではない、普通の金銭感覚で、こう金銭感覚っていうかね、まあ本当にその人はお金を取らないんですって。まあ困ったことがあったら、まあヒントになるものを教えるっていうような感じでこう教えたりとかするし、まあ私が困ったらなんか、まあ、そういう別のことで私を救ってねっていうような、まあお互いにこうね、困ったらよろしくねっていうような気持ちでやっていたりだとかしているみたいですね。うん、本当に自分は特殊能力あるのよっていう人はちょっと気をつけた方がいいかもねっていうようなお話でした。ちょっとね、分かりづらくて本当に申し訳ないんですけど、うん、そうそう、普通のそのサラリーマンだったり普通の主婦だったりとか、意外にバリバリのね、あのキャリアウーマンの人がそういう特殊能力がある人だったり、もしかしたらあるかもしれないねっていうお話でした。それでは皆さん、さようなら。